皆さん、こんにちは。これから Ruby と Raptor と Quick についての話をしようと思います。よろしくお願いします。私はうなすけと言います。東京でフリーランスの Web アプリ開発者として働いています。主に Rails アプリの開発をする仕事をしています。他には板前ジムのメンテナをしたり、会議オンレールズのスタッフをしたりもしています。フリーランスとして仕事で関わっているサービスの一つに、OPARTS というクラウドゲーミングサービスがあります。私はそのサービスのクラウドインフラやバックエンド API の開発、運用を担当しています。私がクラウドゲーミングに関係する仕事をしていることが、この発表に大きく関係しているので、序盤はクラウドゲーミングという技術領域についての言及が多くなります。昨今はクラウドゲーミング、ビデオ会議、動画ストリーミングなどのサービスがウェブで提供されており、皆さんも活用されていることでしょう。ウェブの利用領域が広まるにつれ、もっと高速に通信したいとなるのは当然のことです。クラウドゲーミングに必要となるのは、リアルタイムに行われる双方向通信です。プレイヤーの操作をゲームに送り、その結果をユーザーの見ている画面に返すという一連の流れをできるだけ高速に行う必要があります。これは最近だとリモートワークにおけるリアルタイムなコラボレーションにおいても同様のことが言えます。現在だと、ウェブにおけるリアルタイムな双方向通信には WebRTC や WebSocket が採用されることになるでしょう。そんな WebRTC や WebSocket の後継としてサーバー・クライアント型の高速な通信を行うことのできる Web トランスポートというプロトコルが現在使用策定中であり、クラウドゲーミングの領域では注目が集まっています。ウェブトランスポートについて軽く説明すると、これは TCP だけではなく UDP を使用してサーバー、クライアント型の双方向通信を行うためのプロトコルで、そのベースとして HTTP3 を使用するものがあります。ここでまた新しいプロトコルの名前が出てきました。HTTP3 とは何でしょう ?HTTP にはいくつかのバージョンがあり、0.9、1.0、1.1、2を経て現在3が使用策定中です。HTTP3 は Quick というものを使用して HTTP を提供するものとされています。ようやく発表タイトルにある Quick が出てきました。Quick は今年2021年5月にインターネットエンジニアリングタスクフォース、通称 IETF によって標準化されたプロトコルです。HTTP2 よりも高速に通信を行う目的で設計されており、その通信には UDP が用いられます。標準になったこともあり、解説する記事が多く書かれているので、それらを読んだことのある方も多いでしょう。私はクラウドゲーミングという領域に関わっていることもあり、これらの新しいインターネットでの標準について最新の情報を追いかけていました。そんなある日、このようなツイートを目にしました。このツイートの登場人物は2名です。高一さんは Ruby Core Committer で Raptor の作者でもあります。1日目にデバッカーのことについて話されていました。和穂さんは H2O というウェブサーバーの作者として知られ、Quick の使用策定にも関わっている方です。そんな方々が Quick は Ruby で実装できるのだろうか、少し厳しいのでは、ベンチマークとして作っておきたいですね、という会話をされている。これは面白そうだぞ。ということで、クイックの勉強も兼ねて、Ruby と Raptor を使って
クイックを実装してみようと思いました。そもそもクイックとは何でしょうか？なぜ作られたのでしょうか？これまでの HTTP では TCP/IP による通信が行われていました。1日目の塩井さんの発表では TCP 上に独自のプロトコルを実装するトイコルというものの紹介がありましたね。TCP は信頼性の高いプロトコルです。仕様として順序保証、欠損の再送、複送制御などの信頼性を担保するための仕組みが定められており、UDP と比較して低速ですが確実な通信を行うことができます。対する UDP は欠損は許されるが高速に通信したい場合に使われることが多いでしょう。例えば音声通話などは途中の小さなデータが欠落したところで特に問題になることはありません。むしろ漏れなく伝えようとして遅延が大きくなってしまったり途切れてしまったりすることの方が問題になります。 HTTP2 までは HTTP は TCP を使用して通信を行います。 HTML や JavaScript などのファイルが壊れることなくしっかりサーバーから受信できるのはこのためです。しかし TCP にも問題はあります。まず接続が確立するまでに行う手続きが多いということです。 3-way handshake という言葉を聞いたことのある方は多いと思います。 TCP ではサーバーとクライアントで3回のメッセージをやり取りした後に通信が始まります。現在は当たり前になっている HTTPS、TLS を使用したセキュアな通信を行うためにはそれに続けて TLS ハンドシェイクを行う必要があります。また TCP のその信頼性が裏目に出るヘッドオブラインブロッキングというものがあります。あるデータを転送している途中であるパケットがロスしてしまいました。こうなると失われたパケットを再送してもらうまで残りのデータを処理することはできないという問題です。これらの問題を解決しより高速な通信を行うために設計されたのがクイックです。2013年に Google が発表し、Chrome と Google のサービスとの間で使われるようになりました。その後、IETF にドラフトが提出されたことによって、標準化へのプロセスが動き出し、今年5月に RFC9000 などのいくつかの RFC によって標準となりました。現在は Chrome だけではなく、サファリや Firefox もクイックによる通信をサポートしています。さて、Ruby でクイックを実装するメリットというものはあるのでしょうか？世の中には Ruby より高速な言語がたくさんあります。現時点でも C、C++、Go、Rust などによるクイックの実装は存在しています。私がクイックを Ruby 上に実装しようと思った理由には、速度以外の2つの理由があります。まず1つ目が、先ほどの勉強のためというものです。もう1つが、ラクターのためです。ラクターはまだ生まれて間もない仕組みです。ラクターにはどれだけのポテンシャルがあるのか、何が足りないのか、そのような知見がまだまだ不足しています。小石さんの言うように、ベンチマークとなるような、それなりの規模のラクターによるプログラムがあると、ラクター自体の評価や改善のための指標となることができます。Ruby3x3 に向けてのオプトキャロットのようなものです。それでは、クイックでの通信はどのようなデータがやってくるのか、それは Ruby でどう扱えばいいのかについて見ていきましょう。まずは、クイックのパケットを受け取ってみることにします。クイックの接続が始まるとき、クライアントから最初に次のようなデータが送られてきます。これはイニシャルパケットといいます。この中身を読んでいきましょう。クイックのパケットはヘッダーとフレームというものから構成されています。送られてくるパケットはヘッダーはその一部が、フレームは全部が暗号化されているので、内容を読むためには
まず複合しなければいけません。暗号化されてはいますが、ヘッダーがどこまでなのかというのは、前から順番に読んでいくとある程度わかります。この場合は、ここまでがヘッダーで、残りがフレームです。ヘッダーの中には、まず2種類あるヘッダーの種類を表すヘッダーフォーム、決まった値が格納されるフィクストビット、ヘッダーの情報の種類を表すパケットタイプ、予約されているリザーブドビッツ、パケット番号の長さを表すパケットナンバーレングス、クイックプロトコルのバージョンが格納されるバージョン、宛先となるコネクション ID の長さと ID 自体、接続元のコネクション ID の長さと ID 自体、トークンの長さ、トークンそのもの、パケットの長さ、パケット番号、そしてパケットのペイロードが含まれています。このうち暗号化されているのは、リザーブドビッツとパケット番号の長さとなります。なので、受け取った時点では、まだパケットナンバーが本当はどのような値なのかは不明です。まず、これらを元の値に戻します。デスティネーションコネクション ID レンクス、ソースコネクション ID レンクス、トークンレンクス自体の長さ、トークンの長さ、パケット自体の長さから、もともとのパケットから切り出す、つまりサンプリングする領域を決定します。ここでサンプリングされた値と、使用で決まっているヘッダー保護用の鍵を組み合わせて、マスクを作成します。このマスクを使って、もともとのヘッダーの暗号化されている部分との排他的論理和を取ることによって、真のヘッダーを得ることができます。ここで複合したパケットナンバーがフレームの複合に必要となります。次にフレームの複合になります。フレームの複合は全体を対象に行うので、ヘッダーよりも少し楽です。まず、使用で決まっている鍵と初期化ベクタとパケットナンバーの排他的論理和を用意します。これらをそれぞれ鍵、初期化ベクタとして、さらにヘッダー16バイトのタグ、ペイロードを用いて複合されたペイロードを得ることができます。ここで送られてくるフレームは、クリプトフレームという種類のもので、中身には TLS1.3 での通信に必要なデータが格納されています。これについては、この発表では割愛します。はい、これでイニシャルパケットを複合することができました。そういえば、DLB の話も掲載されている NGET 間ラムダノート Vol.2 には、クイックのパケットの構造についての記事があるので、興味のある方はぜひ読んでみることをお勧めします。もう皆さん持っていますよね。次に、このパースを Ruby で行うプログラムを書くことにします。Ruby にはビンデータというバイナリフォーマットを DSL で定義して読み書きを行うことのできるライブラリがあります。イニシャルパケットをビンデータによってパースするコードは以下のようなものになります。ですが、ラクターの内部でパースしようとすると、例外、ラクターアイソレーションエラーが発生します。これはラクターの制限によるもので、ライブラリ内部で共有不可能なオブジェクトを参照している部分があるためです。つまり、一般的な環境において、ラクターセーフでないために使用できないジェムがあることによって、ラクターの導入が難しいという事実があります。今まで使っていた便利なライブラリが使用できないとなると、導入は厳しいですよね。昨日のタゴモリスさんの発表でも、シナトラをラクター対応させるために頑張ってモンキーパッチをしたという話がありましたね。では、ライブラリを使用せずに、このバイナリ列を Ruby でパースするにはどうすればいいでしょうか。クイックのパケットは受け取ったままを出力するとこのようになります。このままでは何が書いてあるかわかりません。その上、バイト単位ではなくビット単位で読んでいく必要があります。この形式のままだと Ruby の IO クラスを使う場合は仕様によりバイト単位でしか読んでいくことができません。例えば、A という文字は、ASCII 8ビットでは 0x41 で、2進数で表現すると01000001ですが、A から01000001という文字列は、どのようにして取り出せばいいでしょうか。
ここでアレイパックおよびストリングアンパック1というメソッドを使用します。日常生活であまり使うことがないメソッドなので初耳だという方も多いと思います。私も本格的に使うのはこれが初めてです。そうですね、ネタバレでしたね。このアレイパックを使用し、バイナリを0と1の文字列に変換することでビット単位での読み書きができるようになります。あとは先頭から読んでいくだけです。 Ruby によってクイックのパケットを読むことができそうだということは分かりました。では次に、どのような設計で通信を行うかということについて考えていきます。クイックというよりは HTTP3 の話になりますが、 HTTP におけるヘッダの内容は圧縮された状態で通信が行われます。このための仕様が QPAC という名前で、これも現在仕様策定段階にあります。QPAC では、あらかじめ決められた値を使用して通信内容を圧縮する静的テーブルと、通信中に内容が追加されていく動的テーブルが存在します。静的テーブルには、例えばコンテントエンコーディング、GZIP、などというよく使用される内容があらかじめ定義されています。動的テーブルは接続してくるクライアントおよびサーバーごとに内容を更新していくものです。例えばユーザーエージェントの値などはクライアントによって異なり、かつある一連の接続中に頻繁に変化するものでもないため、圧縮して通信量を減らすことができます。このようなことを考えると、通信するクライアントごとに状態を持つことになります。例えば、あるクライアントに対して一つのラクターを生成し、その内部で動的テーブルの状態を持ち続けるような設計にすることが考えられます。実際にやってみましょう。3つのクラスを使ってラクターによる UDP エコーサーバーを用意しました。サーバークラスはとにかくパケットを受け取ります。パケットを受け取ったら、後続のルータークラスのラクターにパケットを渡して、またパケットを待ち受けます。ルータークラスでは、パケットを受信するごとにコネクションクラスを生成し、そのクラス内部のラクターに対してパケットを渡します。最後にコネクションクラスでは、受け取ったパケットを送信元へとそのまま送るだけの単純なループを実行します。このサーバーに対して UDP パケットを送りつけ、それをそのまま返すことができるかを確かめます。ついでに、どのくらいの性能でパケットをさばくことができるかを計測できるようなプログラムを作ってみることにしました。とにかく大量に、かつ手軽な実装でパケットを送りつけるため、この検証用のサーバーは、この検証用のコードは Go で書きました。このプログラムは、ある UDP サーバーに対して UUID を一つ送ります。その後、サーバーから同じ UUID が返ってくるかどうかをチェックして、それにかかった時間を計測します。オプションによって、リクエストを送る回数と並列数を指定することもできるようにしました。単純なものなので、厳密なベンチマークになっているかは怪しいですが、ある程度の支障にはなるかと思います。これを用いて、ラクターによる UDP エコーサーバーに100個のゴルーチン、それぞれから100回のリクエストを送った結果は、次のようになりました。1リクエストにかかる時間が64ミリ秒、失敗はなしという結果になりました。正しく漏れなく UDP パケットを送受信できていることが確認できました。少し脱線して、他の実装との性能比較をしてみましょう。同じく Ruby で単純な無限ループによる UDP エコーサーバーを実装すると、このようなコードになります。この実装に対して同様にリクエストを送信した結果、一つのリクエストに約750マイクロ秒かかりました。ラクターの実装は、ラクター自体の生成やラクター間でのメッセージのやり取りで時間がかかっているのでしょうか。さて、ラクターをフル活用した UDP サーバーが実装できることが確認できたところで、実際にラクター内部でクイックのパケットを扱うことができるのか試しています。先ほどの
ラクターによる UDP サーバーに対して、カールからクイックでリクエストを送信してみると、例外、ラクターアンセーフエラーが発生してしまいました。この行では、OpenSSL サイファーニューをしていました。ということは、現時点では、ラクター内部では、OpenSSL を使用した暗号化および符号を行うことができません。これは致命的な障壁です。OpenSSL ライブラリは C 拡張が使われているライブラリです。ラクターセーフな C 拡張を書くための注意点は RDoc に記載されているので、なんとかなるのかもしれないですが、大変な作業になることが想像されます。ところで皆さん、昨日の Ruby Committers vs the World には参加しましたか？小一さんがその中でこう言ったのを確かに聞きました。標準ライブラリのラクター対応は完了していると。あれ？本当ですか？ OpenSSL、確かに RC1 の時点では OpenSSL はラクターセーフになっているはずです。では、なぜラクターアンセーフエラーが発生してしまうのか、その答えは僕の宿題にしたいと思います。それでは、まとめに入ります。ラクターを用いて UDP を実装する試みですが、そこには多くの壁が存在します。まず、既存の資産がそのまま使用できるとは限らないことです。この問題は2つのパターンがあり、1つはビンデータのような便利で高機能なライブラリが使用できないので、必要最低限の機能を自分で実装することで解決するもの。もう1つは OpenSSL のような代替がないので、ディープダイブして直すしかないというものです。そしてこれまで触れてこなかった重要な事実として、単純に実装しなければいけないことが多いです。モジラが公開しているラストでのクイック実装である猫というものがあります。これは最新のリリースで5万行のコードによって書かれています。別の例だと Python の IO クイックは1万7000行ほどになります。Ruby だとどのくらいの行数になるかは実装してみないと分かりませんが、少なくとも1万行は超える行数になると予想できます。最終的な目標は、クイックバージョン1の仕様に準拠したものを実装することとしていますが、どのくらいかかるかというのは積もることができません。ミートアップなどで定期的に進捗を報告できればなと考えています。応援していただけると嬉しいです。以上になります。皆さんありがとうございました。